あ、頭痛い。風邪でも引いたかな。体も重い。っていうか、服が重い。雨でずぶ濡れになった時みたいな。それに、さっきから聞こえるこれって、波の音？どうして、私、今どこに？本当に、どこなの？お日様、サニー、サニー。エヴ、大丈夫？お、ヌヌちゃん、おはよう。小鳥さんがいつもよりチュンチュンしてるね。うわあ、海だ！お日様の光がキラキラして、すっごく綺麗だね。でも、なんでこんなところにいるんだっけ？あ、私もちょっとわかんないんだけど。二人とも、ここにいたのか。ルイくん、司くん！姿が見えなかったから心配していたけれど、元気なようで安心したよ。スマホもなくしてしまって連絡が取れなかったからな。みんなが無事でよかったです。あ、ネネロボも大丈夫だったんだ。よかった。少し海水に浸かっているみたいだから、あまり無理はさせられないけどね。しかし、まさかこんなことになるとはな。クルーザーも座礁しているようだったし。クルーザー？そういえば。さて、次の宣伝公演についての詳細が決まった。やったー、次はどこかな。はあはあ、アメリカまで行った俺たちは地球の裏側でも銀河の果てでも驚かないぞ。いや、さすがにそれは驚くでしょ。それじゃサクッと発表するが、今回の公演先は無人島だ。は？無人島？ああ、それも魔の無人島と呼ばれるいわくつきの場所だな。どうも奇妙な生き物がうようよいるらしい。その上、周辺には魔の死角地帯なんて呼ばれる海域があるらしく、たどり着くまでに難破する船も多いとかなんとか。奇妙な生き物に魔の死角地帯。それは興味深いですね。っていうか、そんなところでショーできるわけ？そもそも客はそんな危険な場所にどうやって行くんだ？それはだな、翔介、冗談はそこまでだ。ん？引っかかったな。最近驚かなくなってきたから刺激をやろうと思ったんだ。ということは無人島ではないんですね。なんでちょっと残念そうなの？じゃあ本当の場所はどこなんだ？沖縄にあるホールだ。建物自体は古くて席数も少ないが、地元の人々から広く親しまれている。地方での公演は新たな客層の獲得や話題性を狙えるから積極的にやるべきだという話は以前からあった。とはいえ、場所の選定に難航していたんだが、先日条件に一致するホールを持つオーナーから音楽堂の公演を見て感動したから、ぜひうちでもやってほしいと連絡があったんだ。私たちの公演を見て。そうか、なんともありがたい話だな。それからもう一つ朗報だ。現地までの送迎は数年ぶりに新調した俺の自慢のクルーザーで俺自らやってやる。なんだと？
そんな豪華な旅ができるのか。そうだ、ありがたく思え。やったー、お兄ちゃんのクルーザー久しぶりだ。昔一回乗せてもらったことあるよね。その後は乗せてって頼んでもずっとやだって言われてたけど。お前が海に手突っ込もうとして落ちそうになったり、走ってる船のヘリに立とうとするからだろう。だが今回は宣伝大使を頑張っているから、そのご褒美にということだな。あ、いや、そういうわけじゃ。そうだったんだ。ありがとう、お兄ちゃん。ああ、ま、そういうことにしといてやるよ。久しぶりのクルーザー、何しよう。お魚とか釣るのはどうかな。みんなでどれだけ釣れるか競争しようよ。釣りか、確かに楽しそうだな。その場で焼いて食べるのも。って、ダメだダメだ、これは遊びじゃない。俺たちは南の彼方まで笑顔を届ける使命を負っているんだからな。今回も最高の公演をして観客を圧倒し、さらに輝こうではないか。さらに輝くか。今回私たちを呼んでくれた人は音楽堂の公演を見て声をかけてくれたって言ってたけど、それはきっと司のおかげだろうな。いつも勢いのある感じの役が多いけど、あの時は繊細な役をやってちょっと成長できてた気がするし、いつも見てる私もびっくりしたくらいだから、お客さんも驚いただろうな。ん？どうしたんだネネ、俺の顔に何かついてるか。別に、何でもない。私も次の公演頑張らなきゃ。風祭りさんみたいなミュージカル俳優になるために。では話は以上だ。当日の集合場所は翔介から連絡する。君たちも公演の内容がまとまったら連絡をくれ。わかりました。さて、どんな演目にしようかな。早速みんなで考えようよ。沖縄だからフルーツがいっぱい出てくるショーにするとか。それだけだと何が何やらわからんが。よし、一旦作戦会議だ。総員ステージ裏に集合。思い出した。みんなでクルーザーに乗ってたらどんどん雨も風も強くなって、気がついたらここに。司くん、どこ？この声はミクか。あ、あそこ砂浜に突き刺さってるの、司くんのスマホじゃない？なんだと？なくしたと思っていたが。ミク君の声もあそこから聞こえるね。とりあえず拾いに行こう。わあ、みんな一緒だったんだね。よかった。司くんのスマホには繋がるのに姿が見えないし、他のみんなのスマホはそもそも繋がらなくて変だってミクが心配していてね。何か大変なことがあったんじゃないかって見に来たんだよ。そうか、僕のスマホは水没して使い物にならなくなっていたからかな。私のも電源つかなくなってた。私のも。俺のは奇跡的に無事だったのか。どういうこと？なんでみんなスマホが使えなくなっちゃってるの？どうやらクルーザーに乗って公園に向かう途中で嵐にあって遭難したみたいでね。こんな場所だと電気も通ってないだろうし、司くんのスマホもいつ充電が切れるかわからないな。急にみんなとお話できなくなっちゃうかもしれないってこと？心配だけど仕方ないよ。僕たちはできる限りサポートしよう。
みんなが乗ってたクルーザーって、M ちゃんのお兄さんが操縦するって話してたわよね。今、そのお兄さんはどこにいるの？そういえば。言われてみれば姿が見えないが。まさか。しょうすけお兄ちゃーん！ M？どうしよう。もし見つからなかったら。この辺りには見当たらないようだな。一度座礁しているクルーザーの方に戻った方がいいかもしれないね。翔介さんは運転席にいたはずだし。確かにその辺ならもしかしたらって。何これ。ねねちゃん、何か見つけたの？何かっていうか、ものすごく大きな海藻の塊が。海藻？あら、ごめんな、確かに大きな海藻さんね。でもなんか変じゃない？形がちょっと人間っぽいっていうか。そうだね、僕の想像通りならこれはまさにたくさんの海藻が絡まった人だよ。え？あ、ほんとだ。よく見たらちょっとだけ手が出てる。え、この長い生命線は翔助お兄ちゃん。なんだと？お前たち、早く海藻を。口の中が海の味に。ちょっと早く何とかした方がいいんじゃない？ああ、みんなで海藻をかき分けるぞ。死ぬかと思った。脈拍、瞳孔、正常、骨折も虫歯もありません。毎日よく磨かれた健康的な歯ですね。よかった。お前たちも無事だったようで何よりだ。しかし面倒くせえことになったな。よりにもよってこんな人気のない島に漂着するなんて。でもクルーザーは無事みたいだし、今はもう晴れてるからこのまま島を脱出できるんじゃない？いや、そのことだけれど、さっき少しエンジンを見たら壊れてしまっているようだったよ。なんだと？俺の3年前に予約してようやく新調したクルーザーが。つまり僕たちがこの島から出る手段は現状ないということになるね。あ、嘘でしょ。それってなるほど、ワクワク無人島サバイバル開始ってことだね。そんなバカな。無人島でサバイバルって、嘘でしょ。テレビ番組や本の中ではよく目にするシチュエーションだけれど、まさか体験できるとはね。お前、さては楽しんでいるの？未知なる体験というものはいつでも心躍るものだろう。ただ今回はそう悠長に構えていられないけどね。はい、このままでは公演の時間に間に合いません。予定では今日現場入りしてリハーサル、明日の昼から本番ってスケジュールだったね。じゃあそれまでにここから出れば大丈夫だよね。出られればな。スマホの電波も通じないここじゃ、俺たちが遭難している事実を誰も知る由がない。加えてクルーザーのエンジンも壊れてるとなりゃ現状打つ手なしだ。そ
そんな。私も通信機能を使おうとしましたが、海水の影響か一部機能にエラーが出てしまい、うまくいきませんでした。お役に立てず申し訳ありません。ネネロボちゃんが謝る必要ないよ。なあ、その通りだ。連絡を取ろうとしてくれただけでありがたい。でもどうしよう。このまま誰とも連絡が取れなかったら、私たちずっとここに置き去りにされて、そのまま帰れなくなって。そこまで悲観する必要もないだろう。どういうことだ。今日俺たちが現地入りすることは、公園のスタッフはもちろん宿の人間も知ってる。予定の時間に来ない上に連絡がつかないと分かれば、トラブルを察して早い段階で救助をよこすはずだ。確かに。ただその救助が公演の時間に間に合うという保証はない。はあ、そうだね。やっぱり明日やるのは無理なのかな。楽しみにしてくれてるお客さんもいるはずなのに。予定通りとはいかなくても、必ず公演はできるようにする。お兄ちゃん。こんな状況になっちまってなんだが、俺にはお前たちを現地まで送り届ける義務がある。同時にそこで公演を全うしてもらう責任もな。だからまずは救助が来るまで生き延びることを考えろ。俺は船に積んでる無線で外と連絡を取れないか見てくれ。お前たちはこの辺を回って島の状況を簡単に調べてくれ。ただし、あんまり遠くに行くんじゃねえぞ。あと、もし船が通るのを見かけたらすぐ教えろよ。ここから抜け出すには一番手っ取り早いからな。行っちゃった。というか、無線ならルイも見れるんじゃないのか。見ることはできるだろうけれど、翔介さんがやってくれるというのなら、衣食住を確保するのが先だろうと思ってね。そうか、公園のことを考えると焦る気持ちはあるが、今は翔介さんの言葉を信じよう。たとえ本来の時間に間に合わなかったとしても、必ずできるようにすると言ってくれたんだ。彼の言う通り、生き延びるためにできることを考えようではないか。そうだね、みんなで力を合わせて乗り切ろう。一緒に頑張ろう。そうするしかないよね。でも救助が来てくれるとして、どれくらいかかるんだろう。飲み水とかもどうやって確保したらいいかわからないし、本当にこの場所で生きていけるのかな。いいよいいよ、サバイバルって感じになってきたわね。びっくりした。あら、驚かせちゃった。お兄さんがいなくなったから出てきてもいいかなと思ったんだけど。せめて一声かけてからにしてよ。ごめんなさいね。でもみんなすごいな。無人島って本当に誰もいない場所なんでしょ。そんなところに置いていかれちゃったな。僕ならみんなみたいに前向きになれないかも。そうかな。ミンは無人島楽しそうって思うけどな。僕たちは安全な場所にいるからそう思えるかもしれないけど。あ、そうだ、もし危なくなったら世界に来ればいいんじゃない。こっちなら助けが来るまで安心して過ごせるし。それは僕も一度考えたのだけれど、翔介さんを置いていくわけにはいかないからね。あ、そっか。じゃあやっぱりそこで過ごすしかないのか。本当にここで。まあ、不安になる気持ちがわかるけどね。無人島なんて
何があるのか想像すればするほど怖いのが当然だし、でもこの体験もきっとみんなにとってかけがえのないものになるはずだわ。かけがえのないものに？ええ、だって普通に生活してたらこんなスリルを味わうことなんてないでしょ。だから今のこの状況はそういうものを直に体験できる貴重な機会になるんじゃないかと思うの。あ、みんもそう思う。知らない場所での大冒険って絶対楽しいもん。確かにいい体験ができるかもね。こういうところに来ることってあんまりないと思うし。でも楽しいことばっかりでもないでしょ。食べられるものを探すのも簡単じゃないし。そういえばこういう時って海の水を飲んじゃいけないんだっけ。ああ、塩分が含まれてるからね。逆に喉が渇いてしまうんだよ。へえ、知らなかった。ってことは水もどっかで探さなきゃいけないんだ。やること多すぎて考えるだけで大変だよ。そうね、でもそれでいいんじゃない。え、大変かもしれないけどみんなで一生懸命考えて行動した経験なら全部これからのみんなのためになるんだから。私たちのために。そうそう、いずれにせよここでしょんぼりバスでを待ってても何もいいことないんじゃない。だったらまずはこの状況を楽しんじゃおうって気持ちでいたらどうかしら。ふん、メイコはいいことを言ったな。確かにいかなる状況でも笑顔で楽しむ余裕があるのが未来のスターというものだ。うんうん、私もみんなが楽しいのが一番いいと思うよ。この状況を楽しむ、正直まだみんなみたいには考えられないけど、ここで落ち込んでてもしょうがないっていうのはその通りだと思う。不安はあるけど私ももうちょっと前向きにならなきゃいけないよね。さてと、それじゃあメイコさんの助言通りこの状況を楽しみつつやれることを探そうか。何する何する、さっきお水の話してたし、ヤシの実探してジュースにする。ヤシの実は確かに水分補給になりそうだけど、みんなの分集まるかはわからないし、湧き水とかないか探した方がいいんじゃない。そうだね、こういう状況ならまずは拠点の確保するべきだけど、雨風をしのげそうな洞窟は僕と司くんで歩いている時に見つけたし、となると最優先にすべきはやっぱり飲料水かな。あとは、おや？あっはは、今のかわいいお腹の音、ケムちゃん？朝ごはんはいっぱい食べたはずなんだけど、なんかお腹減っちゃったみたい。時間的にももう昼過ぎだしな。食料の調達もした方が良さそうですね。そうだな、こういうところで食料というとやはり魚を取って食べるのが定石か。お魚とっても楽しそうね。でもどうやって取るの。そういえば釣り竿も流されちゃったみたいだったよ。じゃあ水も確保しなくてはならないし、森に入って水源と食料の両方を探してみるのはどうかな。虫が多そうだが、そんなことも言ってられんな。じゃあそのプランで行こうか。一応水源が見つからなかった時のために水を集める装置は作っておこう。そんなの作れるの。地面から蒸発する水を集める方法なんだけれど、
穴を掘って石で固定したシートをかぶせるだけだからね。なるほど、意外と手軽にできるんだな。それとネネロボはこの辺りで拠点作りに必要そうなものを集めておいてくれるかな。それが終わったら翔介さんの手助けをしてほしい。え、ネネロボは一緒に行かないってこと？さっき一部機能にエラーが出ていると言っていただろ。森の中で無理に稼働させて影響が出ないか心配なんだ。そっか、ネネロボちゃんとも一緒に行きたかったけどしょうがないね。ネネロボ、一人で大丈夫？お任せください。皆さんが森に入ったことは翔介さんに報告しておきます。気をつけて行ってらっしゃいませ。わー、いよいよ森に入るんだね、楽しそう。みんなが森で食材を取っている間、周りに危険がないかは僕たちが見ていることにするよ。でも何が起こるかわからないし気をつけてね。無人島で森に入るなんてって思ってたけど、ミクたちもいて賑やかだから想像してたより怖くないかも。でもカイトさんの言う通り危険はいっぱいあると思うし気をつけなくちゃ。入る前はみんながいるから大丈夫って思ってたけど、森っていうよりジャングルって感じ。こんな場所で食料を探すなんて本当に。猛獣じゃなくてよかったな。というか普通に入ってきてしまったが、実際危険な動物とかいるんだろうか。トラやライオンはいないと思うけれど、ヘビには気をつけた方がいいかもしれないね。積極的に人を襲うことはないと言われているけれど、万一噛まれたら大変だから。簡単にどうにかなるものなの？しかしやはり人の手が入っていないだけあるね。草木が生い茂っていて進むのがなかなか大変だ。あら、すごい冒険って感じでワクワクするわね。ねえねえ、この草面白くない？これに乗って木から木にあーってできるかな。さすがにその細すぎるツタで M の体重を支えるのは無理ではないか。ぶら下がるにはもっと強度が必要だね。みんなよくこんな薄暗い場所でそんな楽しそうにしてられるよね。茂みから何が出てくるかわからないのに。だから面白いんだよ。ああ、その通りだ。予定調和を超えた未知の大剣、ワクワクするじゃないか。ミクも見てるだけでドキドキしてきちゃうよ。その感覚は一生わからないと思う。しかし自然の恵みとはよく言ったものだな。意外に食べれそうなものがたくさんあるぞ。見ろ、このキノコも立派な形をしているしうまそうじゃないか。まあ、すごいな。真っ白で、とっても可愛いキノコね。でも、キノコは毒が怖いし、あんまり手を出さない方がいいんじゃない？甘く見てもらっては困るな。そんなことは俺も知っている。
毒キノコは派手な色で人目を引くらしい。でもこいつはつつましやかで美しい。つまりきっと食べられるはずだ。どういう理屈？確かにそのキノコは食用のシロツルタケのように見えるね。ルイ君、わかるの？おー、つかさ君が当たってる。すごい。はぁはぁはぁ、やはり俺の目に狂いは。けれどそれとほとんど同じ見た目の殺しの天使という異名を持つ猛毒の毒ツルタケというキノコもあるんだ。え？そのキノコがどちらのキノコなのか判別するのは難しいけれど、2分の1にかけて食べてみるのもなかなかスリリングかもしれないね。それってもし毒キノコに当たったら。よし、キノコはやめろ。他の食材を探すぞ。まったく。あれ、そういえばエモはさっきまで一緒にいたよね。綺麗な木の実を見つけたと言っていたのは聞いたけれど姿が見えないね。大丈夫なの？こんなところで一人になってもしはぐれたら大変じゃない？翔介さんも遠くに行くなって言ってたし、もし何かあったら。それもそうだな。早く呼び戻して。あ！突然茂みから顔を出すな。驚くだろう。そんな葉っぱまみれになってどこ行ってたの？あっちの方に美味しそうな木の実が落ちててね、しゃがんで拾ってたら草のトンネルを見つけたの。草のトンネルって？ルイ君の背くらいある草がぶわーって生えてたんだけど、一箇所だけ誰かが通ったみたいに隙間があるとこがあったんだ。誰かが通ったみたいに。で、なんだろうと思って入ってったら、キイチゴとか小さい果物っぽい実とかいっぱいあったから取ってきたの。おお、やるじゃないか、エム。よし、お前を木の実調査隊隊長に任命しよう。引き続き任務に当たるように。はい、了解です、ボス。エムちゃんのおかげでもう結構食べられそうなもの集まったんじゃないかな。そうだね、こっちでもみんなが食べられそうな山菜は積んでおいたから。ほんとだ、バケツいっぱいだね。これでどんなご飯が作れるかな。というか、どう見ても食べ物じゃないものまで入っているようだが、これらは一体？ああ、山菜を取るついでに何かに使えないかと思って拾っておいたんだ。この丈夫そうなツタもショーでジャングルの表現をすることがあったら小道具として使えそうだと思ってね。妙な場所をゴソゴソしていると思ったら、そんなものまで調達していたのか。まさか持って帰るつもり？自由なエムちゃんも現実のことを考えているルイ君も楽しそうでいいわね。確かに食料はバケツいっぱいあるけど、この量だとまだ食事としては足りないんじゃないかな。エムちゃんのお兄さんを入れると5人分必要だよね。確かに山菜や木の実だけじゃお腹いっぱいにならないかも。リンだからお腹空いちゃいそう。主食が必要というのはわかるが、ここで調達するとなるとなかなか難しいのではないか。そうだね、白米に含まれる糖質のようなエネルギー源が欲しいけれど、この場所で代わりになりそうなものは。おや、どうしたの、ルイ？いや、話の途中で申し訳ないのだけれど、そこの茂みを何かが通ったような気がしてね。そうか、俺は気づかなかったが。一瞬だったから見間違いかも。なに、どうしたの、エムちゃん？見つけちゃったよ、ご飯。
になりそうなもの。上見て、上。上？あ、あの木になってるのってもしかしてバナナ？おお、本当だ。バナナはおやつには入らないが主食にはなるんじゃないか。確かに腹持ちは良さそうだね。食事の主役に決定だな。さすがは木の実調査隊隊長、今回もお手柄だぞ。バナナは木の実じゃないと思うけど。でも食べられそうな鈴が結構高いところになっているわね。止めるかしら。あれくらいの高さならジャンプすればいけるんじゃないかな。あの高さで？あれはかなり厳しいと思うが、何事も挑戦だな。よし、ここはこの未来のスターに任せろ。ルイの演出で鍛えられた足腰を見せてやろう。あ、ちょっと待ってよ、ちかさくん。すーすー、頑張って、ちかさくん。あがいても届かん。ごめん、近くで見たら思ったより高かったのかな。やっぱりこの高さじゃどう考えても無理でしょう。じゃあ私もやってみる。いくよー。へやー。おお、さすが M、見事な三段ジャンプだ。でも、ダメだ。タッチはできたからあとちょっとなのに。かなりしっかりなっているから触るだけでは落とせなさそうだ。確かにあの感じだと草の手でをしっかりちぎり取る必要がありそうだね。せっかく見つけたのに止めないのかな。あ、それなら誰かを持ち上げるのはどう。肩車とかしたら届くんじゃないかな。確かに俺とルイの肩車でいけるか。いや、それでもまだ届かないだろうね。4人いるなら下の土台を僕と司くんで固めて、その上にネネを乗せて、ネネが M くんを肩車すればなんとかなるかもしれない。え？ああ、知ってる！組体操のサボテンってやつだよね。私の高校の体育祭でもやってて楽しそうだった。待って、サボテンって普通2人か3人でやるものでしょ。肩車なんてしないし。組体操のように支えなしでやるのはこの足場だと危険があるけれど、木に手をつけばそこまで無理もなくできると思うよ。下に草を積んでおけばクッション代わりにもなるだろうしね。でもルイたちの上に立った状態で M を肩車なんて、落としちゃいそうだし怖すぎるよ。じゃあ私が真ん中やってネネちゃん肩車してもいいよ。ネネちゃんのことギューって支えてあげる。え？それはそれで難しそうっていうか。大丈夫、ネネちゃんならきっとできるよ。そうで言うと主役って感じよね。うんうん、クリスマスツリーならお星様の位置だよ。頑張れ、ネネちゃん。できる気がしないけど、私がやらなきゃバナナが取れない。やるしかないの？結局私が一番上をやることになっちゃったけど、下は見ないようにしよう。
今のとこ。でも立つときはゆっくりお願い。任せておけ。それじゃあ持ち上げるぞ。うん、せーの。まあすごいな。大きなサボテンが育ったわね。高い高い。大丈夫ねねちゃん。うん、木を支えにしてるからそこまでグラグラしてなくて、思ったよりは怖くないかも。でもバナナを取るためにはまだ少し届かない。私が少し腰を浮かせればいけると思うけど、でももしバランスが崩れたら。すまん、ちょっといいか。どうしたの司くん。緊急事態なんだが、くしゃみが出そうだ。は？それはまずいね。司くんのくしゃみは派手だから、出したら最後このフォーメーションは確実に崩壊するよ。ちょっと我慢してよ。お願いだから。どうにか気を紛らせられないかな。そうだ、肉に続いて早口言葉を言ってみよう。生麦、生米、生卵、もう一つおまけにゆで卵。はい、ご一緒に。生麦、生米、あら、生麦、生あ、あ、あ、うんうんうん、やっぱりダメかな。むしろ逆効果みたいだね。もう少し我慢して。早く取らなくちゃ。私がちゃんとやらなくちゃ。怖がってたらダメ。ねね、焦らなくていいぞ。大丈夫だ、俺はまだ耐えられる。耐えてみせ。限界が近そうだね。もし司くんのくしゃみで崩れても、私絶対ねねちゃんのことを受け止めるよ。ああ、僕もだよ。それに万が一落ちても草のクッションが受け止めてくれるから大丈夫だ。だから安心して取ってきてほしい。みんな、司だけじゃない。M の肩もすごく震えてるし、ルイだって一番下できついはず。なのに私を怖がらせないように気を使ってくれてるんだ。勇気を出さなきゃ。ルイや司は山菜を取ってくれたし、 M だって木の実を取ってきてくれた。それなのにまだ私だけ何もできてない。私もみんなの役に立ちたい。みんな、もう少し頑張って。おっと。うわ、ねねちゃん、立ってる。腰を浮かしてるだけ。ほんの少しだけ、右に動ける。ああ、少し揺れるよ。どうだ、いけるか。うん、きっとこれで。取れた、やったー、ブレクシー。司くん、すっごいくしゃみ。はあ、すっきりした。心配かけてすまなかったな。本当にどうなることかと思ったんだけど。みんなお疲れ様。
よく考えたら、一度フォーメーションを解いて、司くんがくしゃみをした後に落ち着いて取ればよかったかもしれないな。確かに。それ、もっと早く言ってよ。まあ、結果的に取れたからいいけど。デパートに売っててもおかしくないくらい立派なバナナだね。ちょっと青すぎる気もするけどね。まあ、食べられないことはないんじゃないかな。ちょうど5本ついてるから、一人1本ずつ分けられそうね。やるじゃないかね。ね、これで俺たちの空腹は避けられるぞ。うんうん、これでみんなお腹いっぱいになれるよね。みんなが最後まで耐えてくれたおかげだよ。よかった。さて、主食も無事手に入れられたことだし、そろそろ翔介さんのネネロボの元へ戻ろうか。お腹ペコペコで背中とくっついて。今の音、何？何というか。もう、そこに。え？やぁ！ねねちゃん！なんだ、今の影は。ネネを襲ったように見えたが、大丈夫か？私は大丈夫だけど、バナナが、その、猿の集団に。猿？ああ、なるほど。おや？どうしたの、ドゥイ？いや、話の途中で申し訳ないのだけれど、そこの茂みを何かが通ったような気がしてね。あれはこの猿たちだったのかもしれないね。冷静に言ってる場合か。あ、お猿さんたちが逃げたよ。あいつらこちらを見て尻を叩いていなかったか。いたよな。確実に煽られているね。このままじゃ、ネネちゃんがせっかく取ったバナナだ、お猿さんたちに食べられちゃうかもしれないよ。どうするの？どうするって言っても、取られたものはもう仕方ないんじゃ。こうしてはおけん。今すぐ追いかけるぞ。え？俺たちの大切なバナナを奪ったことを後悔させてやろう。お猿さんと鬼ごっこだ。さて、僕たちも行くしかなさそうだね。嘘でしょ。言葉はわからないはずなのに、捕まえられるもんなら捕まえてみなと言われているような気がする。ここまでコケにされて引くわけにはいかん。ねえ、本当に取り戻すつもりなの？相手は野生の猿なんだし、怪我でもしたら。大丈夫だ、猿ごときに負ける俺ではないからな。何も大丈夫じゃないんだけど。まあ、取られたものがものだからね。山菜や木の実ならともかく、主食にしようとしていたものだし。お猿さんもお腹空いてるなら分けてあげたいなって思うけど、あれはみんなで頑張って取ったやつだもん。簡単にあげられないよね。それは分かるけど。とはいえ、ただあの猿を追いかけるだけでバナナを取り返せるとも思えないね。そうでしょ？なら。そう。だから、一つ、秘策があるんだ。え？
なかなか手こずらされたが、ようやく追い詰めたぞ。観念しろ。今捕まえてやる。そら、ほら、てめえ。つかさくん、全然捕まえられてないよ。あ、わかっている。チョコマカと。しかも心なしか俺をバカにしているような。まあ確かに少し舐められている感じはするね。クソ、ここまで走ってきて体力も削られてるというのに。もういい、やむをえん。バナナは諦めるぞ。ここまで追いかけてきたのに。仕方がないだろう。ネネの言う通り、野生の猿のたくさに都会っ子の俺たちがかなうわけなかったんだ。何より全てを失うわけではない。俺たちにはまだバケツいっぱいの木の実や山菜があるのだからな。いいかネネ、そのバケツだけは奪われないようにちゃんと守っておけよ。俺たちの生命線なのだからな。分かってる。それじゃあ戻るぞ。翔介さんが腹をすかせて待ってるからな。そうだね。私も。ねねちゃん、一つ秘策があるんだ。え？どうやらあの猿たちはなかなか賢そうだ。僕たちの行動や言動を理解しているように見える。だからこそ僕たちの得意分野で戦うことができるんじゃないかと思ってね。みんなの得意分野って、もしかして演技のこと？その通り、一芝居打つのさ。作戦はこうだよ。猿たちを追い詰めたら、一度バナナを諦めたように見せる。バナナがなくてもこれがあるから大丈夫だと、バケツいっぱいに取った食材を見せつけてね。そうしたらきっとあの猿たちはバナナだけじゃなくてこのバケツも奪おうとしてくるはずだ。そこで飛びかかってくる隙を狙って網を投げて猿たちを捕獲する。なるほどね。でもその網はどうやって用意するの？さっき拾っておいた鶴と海岸で拾っておいたちぎれた漁業用の網を組み合わせて捕獲ネットのようなものを作ろうと思う。それを投げて猿たちの上にかぶせられれば作戦は成功ということさ。なるほど、完璧な作戦だな。それで配役はどうする？猿を先導する役は司くんが適任だと思うよ。そしてバケツを持って猿を引きつける大役はネネにお願いしたいと思う。うわー、ネネちゃん今回も主役だ。どうして私なの？さっき猿たちはネネからバナナを奪ったからね。今回もネネが持っていたらまた奪えると思って寄ってくるはずだよ。そして網を投げるのは僕と M 君の役目だ。ネネは猿たちに食料がたっぷり入ったバケツをちらつかせながらうまく僕たちの近くに寄ってきてほしい。それでお猿さんたちも寄ってきたところで私たちがバーンって縄を投げて捕まえればいいんだね。作戦はわかるけど、野生の猿を引きつけるなんて。ねねちゃん、きっと大丈夫よ。え？確かに、すごく怖いと思うわ。小さなお猿さんとはいえ、野生の動物に立ち向かうなんて、普通の生活じゃ見えないし。でも、私はねねちゃんが、もっと怖いことに立ち向かえる人だって知ってるのも。怖いこと？あ、
もしかして、さっきのバナナを取った時。ええ、それもあるわね。でも、もっと身近にもあるはずよ。ねねちゃんだけじゃない。つかさくんたちや、私も、何度も経験してるものが。え、それって。もしかして、ショーのこと？大正解！舞台に立つ前って、いつも、ちょっと怖いわよね。うまくできるのか、お客さんが、どんな反応してくれるのか。でも、ねねちゃんは何度だってそれを飲み越えてきたじゃない。そうだね。ステージから離れていたねねちゃんが、もう一度ステージに立った時も、とても勇気が必要だったんじゃないかな。カイトさん。ねねロボちゃんが動かなくなっちゃった時も、とても綺麗な歌をアドリブで歌って、すごかったわね。それはそうだけど、舞台に立つ時の怖さと、猿に向かってく怖さって、ちょっと違う気がする。でも、確かにあの本番前の独特の緊張感とか、セリフ飛んだらどうしようとか、歌の音程がずれたら失敗しちゃうかもとか、そういう怖さに比べたら、今は。ふふ。それに、ねねちゃんは大丈夫よ。だって、今まで怖いと思ったこと全部、どうして乗り越えられたのか、思い出してみて。そうだ。しっかりしなきゃ。私ならやれるはず。だって。みんながいるから。だから今回も、きっと大丈夫。想定通りのいいポジションだ。これなら成功は間違いないだろうね。よーし、行くよ、レイ君。せーの。どうどう、捕まえた？やったか。すべての猿を捕まえるのは難しいと思っていたけれど、一匹も逃していないみたいだね。大成功だ。すごい、つかさくんの演技、ミクも騙されちゃいそうだったよ。ルイくんとエムちゃんの網を投げるタイミングも息がぴったりだったね。みんなすごかった。でもねねちゃんもすごかったわ。ほんと？猿に飛びかかられるの見てたらドキドキしちゃった。ありがとう。できた。私には無理だと思ってたのに。よかった。さて、ひとまず取られていたバナナは無事戻ってきた。あとはこの捕まえた猿たちをどうするかだけど。はいはーい、木の実調査隊隊長の私から提案があります。確かにこの猿くんたちは私たちの大切なバナナを取って逃げちゃった猿くんたちです。でもきっとお腹が減っちゃってしょうがなくやったんだと思うんです。なので、私が取ってきた木の実を分けてあげてもいいでしょうか。
そうだな。こいつも捕まって懲りただろうし、そもそも俺たちが縄張りに侵入した可能性も高い。そういえば M 君が言っていた草のトンネルはこの猿たちの通り道だったのかもしれないね。あ、確かに。じゃあ私たちも悪いし、もう話してあげようよ。多分すごく怖がってると思う。はい、これで網は取ったし、もう自由だよ。あと、これは M から、木の実のプレゼント。バナナはあげられないけど、これでちょっとでもお腹いっぱいになればいいね。ねねちゃん。あ、逃げた。せっかく食料を分けてやったのに、恩知らずな奴らめ。まあ、野生動物だし仕方ないが。いや、どうやら違うようだよ。うん？戻ってきたけど。わあ、すごいいっぱいフルーツ持ってるよ。まあ、おサムさんたちからのプレゼントみたいね。こんなにたくさん、どうしたらいいの？どうやら気に入られたようだね。せっかくの好意だ、もらっておけ。それじゃあ、ありがとう。でも、これだけ食料があったのに、みんなのバナナを取っていったということは、単に僕たちを遊び相手として見ていただけのようだね。そうだったんだ。じゃあこれはきっと追いかけっこのお礼だね。お礼？しかし、食料を取るのに随分時間をかけてしまったな。そうだね、もう日が落ちてきているし、そろそろ森を出た方が良さそうだな。うん、お兄ちゃんお腹すきすぎて倒れちゃってるかもしれないし。せっかく分かり合えたというのに、もう別れを告げるのは名残惜しいが仕方ない。さらばだ森の友よ、いつかまた会おう。無人島で猿と触れ合うことになるなんて思わなかったな。最初は野生の猿なんて本当に怖いって思ってたけど、ちょっと可愛かったかも。皆さん、お帰りなさい。ただいま、ねねロボちゃん。何か変わったことはなかったかい？特にありませんでした。拠点に必要な物資も確保できましたし、ついでに貝や小さいカニも集めておきました。貝やカニさんも？すごい豪華な夕飯になりそうだな。そういえば最初は M のお腹は減ってたから森に入ったんだったよね。もうだいぶ時間経っちゃったけど。そういえば、いろいろあったからお腹空いてたの忘れてたよ。猿と鬼ごっこすることになるとは思わなかったしな。でも、食料や水を確保するという目的は果たせたし、ひとまず夕食の準備をしつつ、見つけた洞窟で一晩過ごすキャンプの用意もした方がいいかもしれないね。これ以上暗くなると作業もしにくくなるだろうし、必要なものが出てきても再度森に入るのはさすがに危険だ。確かに
夜の森は怖いな。翔介さんにも声をかけて一緒に準備をと思ったが、姿が見えないな。翔介さんはずっと船の中にいます。私も手伝おうとしたのですが、お前は食料を集めておけと断られてしまいました。私たちが森に入ってからずっと無線と向き合ってるってこと？やっぱり壊れていたようだね。それで頑張って修理をしようとしてくれているのかもしれない。お兄ちゃん、それなら無線のことは彼に任せて、ここは俺たちだけでやろうではないか。うん、お兄ちゃんに見せたらびっくりするようなベースキャンプを作ろう。これで料理は大丈夫かな。完成までにももうちょっと煮込む必要がありそうだけど、ルイたちの方はどう？ちょ、何その立派なテント。はぁ、あ、はっはぁ、どうだ、すごいだろう。洞窟は少し手狭だったからな。あっちは寝室ということにして居住スペースを別で設置してみた。この生活が長期戦になることも考慮して、洗濯物を干すスペースもきちんと用意したし、目玉はこのハンモックだ。無人島生活をしながらもバカンス感が楽しめる優れものだぞ。うわー、すごいすごい、秘密基地みたいでワクワクするね。あと日時計も作ってみたよ。やっぱり時間がわからないと不便だからね。日時計って太陽の光と影を使って時間を測るやつでしょ。なんか異様に装飾が凝ってるけど。拾った木の棒を立てるだけじゃつまらないと思ってね。木を石で削って彫刻して技巧を凝らしてみたというわけさ。そんなとこまでこだわってるなんて、全然サバイバルって感じしないんだけど。ん？サバイバルという感じの方がいいということか。そうなると快適さはなくなるが。ネネもそういうものが楽しめる余裕が出てきたということかな。あ、メイコさんたちのおかげかも。そういえばさっきからミクちゃんたちの声が聞こえないね。ん？言われてみればスマホはここにあるが。充電が切れている。ずっとつけっぱなしだったし仕方がないだろうね。ミクたちは心配すると思うが、外部への連絡手段としてはもともと使えなかったし問題はないな。そうだね、メイコさんにお礼言えないのは残念だけど。帰れたらこんなことがあったよって話みんなでたくさんしよう。ねね、なんかおかしくなってきちゃって。遭難したって分かった時はこの先どうなっちゃうんだろうとか、もう戻れないかもしれないとか、いろんなこと考えてたのに、今は司と同じようにスマホなんて持っててもどうせ使えないしって思ってる。さっきまでの私だったら絶対怖がってたと思うのに。ネネちゃんがにっこりだ。心配することなど何もないぞ。大量の食材も調達でき、こんなに立派なベースキャンプも作ることができたんだ。俺たちにかかれば不可能なんてないんだからな。そうだね、この状況をこんな風に笑い合って過ごすことができているのもみんながいるからこそだと思うよ。まず無人島に漂着するってことがありえないけど、
そんな中でもバナナを取ったり猿を捕まえたり、本当にありえないことだらけだったな。でも考えてみると全部私たちらしくて、この4人じゃなきゃできなかったことだよね。おう、よく考えたらいつもやってるショーもそうかも。ルイの考えたとんでもない演出で司が飛んだり、思いもよらないところから M が出てきたり、ほんととんでもないことばっか。でもどんなことだって本当にみんながいればできるんじゃないかって思っちゃう。バカみたいだけど。うわ、なんだこりゃ。ずいぶん派手なもん作ってんな。ここに永住する気か？ああ、お兄ちゃん来ちゃったの？サプライズしようと思ってたのに。無線の方はどうでしたか？予想はしてたが、やっぱり壊れてた。生き返りそうな気配はあったから直してるんだが、少なくとも明日の朝まではかかりそうだな。それなら僕も手伝いましょうか。二人でやれば、もしかしたら。いや、お前たちは公演があるかもしれないだろう。俺は無線さえ直ればいくらでも寝れるからな。それは今日は徹夜するということか？あまり無理はしないでほしいものだな。むしろ今が無理のしどころだろう。目的が達成できればすぐ助けが来て、予定通り公演ができるかもしれねえんだし。お兄ちゃん、翔介さん、本当に一日中無線をいじってたんだ。きっと疲れてるはずだよね。それなら私たちが取ってきたご飯たくさん食べてもらおう。じゃあちょうどみんな集まったことだし、夕食にしない？あ、そうだ、そろそろ出来上がってるはずだよね。腹も減ったし、ありがたくいただこう。はい、それでは皆さんご一緒に。いただきます。どう？初めて作ったものだからちょっと不安なんだけど。すっごくワンダフルだよ。本当？うん、このスープは貝やカニの出汁がちゃんと効いてる。無人島で食べる料理とは思えないな。木の実とフルーツの煮物も妙な組み合わせだが意外に合っているな。フルーツのおかげか味付けも薄くなくてちょうどいい。やったー、ねねちゃんと私のワクワクアレンジレシピ美味しいって言ってくれた。よかった。なんかいいな、みんなで集めたものをじゃーんって合わせて料理したらスペシャルワンダフルに美味しくなって、なんだかすっごく嬉しくてスペシャルワンダホイ？少しわかる気がする。いや、俺にもわかるぞ。 M が言いたかったのはつまりこの夕食が最高だということだな。うん、本当は明日の公演もできればもっと最高だったんだけど。あ、悪かったな。今回こんな状況になっちまったのは俺の判断ミスだ。お兄ちゃん、出発前に天気が荒れることも予測できたはずだ。安全面を考えれば飛行機で行くように進めることもできた。それでもクルーザーで向かうことを選んだのは俺の甘さと、フェニックスワンダーランドに貢献してくれているお前たちに少しは息抜きをさせてやろうと思った余計なおせっかいだ。おせっかいなんかじゃないよ。私久しぶりにクルーザーに乗れて本当に楽しかったもん。 M の言う通りだ。
そもそも翔介さんたちが提案してくれなければ宣伝公演自体やれていないのだからな。ええ、感謝しかないですよ。そうか。ああ、なんか余計なことまで話しちまったな。ほら、お前たちもなんか思い出話とかしろよ。焚き火を囲んで話す機会なんてめったにないだろう。思い出話か。そう言われて思い浮かぶのはこれまでの宣伝公演のことかな。そうだね。いろんな経験をさせてもらったな。この前の公演は司のトルペが大好評だったし。なあ、掴むまでに苦労はあったが、俺としてもいつもと違う役ができて楽しかった。司くん、すっごくキラキラしてたよ。あれは司くんにしか演じられないトルペになっていたね。僕も見ていて驚いたよ。その前の公演は私のおじいちゃんのお家でやったやつだね。ああ、僕が夢見たショーを最高の形でみんなに演じてもらえて本当に嬉しかったよ。でも僕は最初の人魚姫の公演も印象深いな。あの時のネネのアドリブには助けられたから。確かにすごかったよね。歌声もすごく綺麗で本物の人魚姫だって思っちゃった。さすがは俺たちの歌姫だな。なんかそんな風に言われると照れるけど、ありがとう。こうして振り返ってみると宣伝公演は僕たちにとってとても意義のあるものになっているね。そうだな。だがここで慢心したりはしないぞ。なんといっても俺の夢は世界一のスターになることだからな。私はねおじいちゃんが言ってたみたいにたっくさんの人を笑顔にしたいんだ。改めて言われなくても司の夢も M の夢もみんなもう知ってるよ。じゃあお前たちの夢はどうなんだ。え、そういえばちゃんと聞いたことなかったかも。そうだね。僕は誰も見たことがないような演出で全ての人が笑顔になれるショーをすることだよ。人種も性別も言葉の壁も関係ない、本当に全ての人が笑顔になれるショーをね。素敵な夢だね。私とちょっと似てるかも。うん、ルイらしくていい夢だな。演出の実験はほどほどにするんだぞ。みんな知ってたとは思うけど、ルイが自分の夢を自分の口からはっきり誰かに言うなんて思わなかった。じゃあ最後はネネちゃんだね。ネネちゃんの夢は何でしょうか。私はたった一度の失敗に怯えて大好きな歌がちゃんと歌えなくなって、でもみんなとショーをやることになって、ステージで歌うことの楽しさを思い出して。ショーをすることが、本当に大好きになった。私が笑顔をもらえたショーを、私もみんなに、世界中の人たちに届けてあげられたらいいなって思った。だから、私はミュージカル俳優になりたい。世界中で歌えるような。何？ネネも世界を狙っているのか。俺と同じではないか。ということは俺とネネが夢を叶えた時は世界のどこかで共演することもあるということだな。そうなるのかな。
全然想像できないけど。でも、もし本当にそうなったら、すごいね。ネネの歌声や、司くんの演技が世界中の人たちに届くのか。ワクワクするね。すっごいね。二人は世界でどんなショーをやるんだろう。私も見てみたいな。案外お前らもいろいろ考えてるんだな。なんだと？バカにしてるわけじゃねえよ。ただ意外だっただけだ。お前たちはこの先もずっと全員で一緒にショーをやるもんだと思ってたからな。そうだよね。私たちが私たちの夢を叶えようとしたら、その時は。そうだね。僕たちが夢を叶える時は、きっとそれぞれが別のステージに立っているのだろうね。いつもいるあの場所じゃない。別のステージに。うん。やだな。ああ、もちろん。みんなの夢は本当にキラキラで、私も応援してるし、絶対に叶えてほしいって思うよ。でも、みんなで一緒にショーができなくなるのは、やっぱり、ちょっとだけ、寂しいな。そうだな。私が夢を持てたのも、みんながいるから。ショーを楽しいって思えるのも、みんながいるから。今日だって、みんなのおかげで怖いことも全部乗り越えられた。なのに、本当に離れる時が来たら、どうなるんだろう。みんなも同じ気持ちなんだ。でもこの経験はきっとみんなにとってかけがえのないものになるはずだわ。私たちにとってそれはきっと悲しいことだけじゃない。だからねね。確かに、みんなが夢を追いかけたら、いつか離れ離れになるかもしれない。私も、その時のことを考えるとすごく寂しくて、胸がギュッとなるよ。でも、きっとその時は、みんなが、夢に向かって、一歩進み始めた時なんだと思う。ネネちゃん。だから、私、その時はみんなで、よかったねって笑い合いたい。それに私たちには、ワンダーランズショータイムには、この4人だからできたことが、たくさんあったと思うから。それはきっと今も、夢を追ったその先も変わらなくて、ずっと大切なものになるんだろうなって思う。うまく言葉にできないんだけど、なんか、そう。だから私は、その時が来るまで、今みんなでできるショーを大切にしたい。今までみたいに、難しいショーも、今度こそ無理かもって思うショーも、いろいろチャレンジしたい。みんなと、一緒に。ネネちゃん。ネネの言う通りだな。俺たちが目指す夢への道は険しい。つまり、
その一歩を踏み出すことも簡単じゃない。そこに至るまで様々な困難があるはずだ。だが俺たちはワンダーランズショータイムだ。どんな困難なこともこの4人で成し遂げてきた。だから俺たちならきっとどんな壁だって乗り越えられる。そうだね。どんな未来の壁だって。じゃあネネの言ったようにこれからも4人でできることを頑張っていこうではないか。俺たちの未来のために。合わせをすると言ってくれていただろう。いつ本番が来ても大丈夫なように万全の準備をしておきたいと思ってな。司くん、そういうことなら僕も参加しようかな。私もこんな場所で練習できることなんてそうないだろうし。いきなりクライマックス？だってだって私あのシーン好きなんだもん。いくよー。王女、どうしましょう。燻製がもうすぐそこまでもうしょうがないな。ついに来てしまったのね。我が軍は皆傷つき疲弊しています。このままではすぐに。とてもとても怖いわ。誰かが傷つくこともこの命と共に国の未来が失われることも。いつまでも逃げることはできない。私が戦わなくては。我が兵よ、今こそ剣を取る時です。行こう。これは最後の戦いにするぞ。はい。すごいすごい、今の演技すっごく良かったよ。ああ、演技の間やセリフのテンポも自然でうまく噛み合っていた。今までで一番それぞれの息がぴったり合っていた気がするね。もしかしてこのサバイバル生活で俺たちのチームワーク的なものが深まったんじゃないか。そうかも。みんなでいろんなことやったしね。それにねねちゃんの演技、今まで練習してきた中で一番すごかったよね。ああ、最後のセリフの声量と何より恐怖を感じての演技、迫真だったよ。確かに
なんかいつもより役に入れた気がする。どうしてだろう。それもきっとサバイバルでの経験が生きているんだろうね。ん？サバイバルでの経験、やるしかないの？確かにあの本番前の独特の緊張感とか、セリフ飛んだらどうしようとか、歌の音程がずれたら失敗しちゃうかもとか、そういう怖さに比べたら今は。大変かもしれないけど、みんなで一生懸命考えて行動しなきゃいけんなら、全部これからもみんなのためになるんだから。そっか、メイコさんが言ってたことってそういうことだったんだ。ああ、大変な経験が身になるという話かい。確かに彼女の言う通りだったね。助言をくれたことに感謝しなくてはな。お礼したいけど充電切れちゃってるんだよね。帰ったらお土産持って行ってあげたいな。あ、昨日ルイ君が言ってた海水漬けバナナとかどうかな。確かにここでしか食べれないものかもしれないけど、そんなの渡すのはさすがに罰ゲームでしょ。でも意外に美味しいかもしれないよ。そもそも昨日全部食べたから残ってないだろう。50デシベル、家庭用エアコンの室外機並みの音声を検知しました。え、司くんの声にしては小さいね。俺だって年中大声張り上げているわけじゃないからな。いや、多分今のは司くんの声ではなくて。120デシベル、ヘリコプターのローター並みの音声を検知しました。ローター並みっていうか、これは本物のヘリコプターの音だね。来たか、思った以上に早かったな。お兄ちゃん、どこ行ってたの？明け方くらいにようやく修理だったな。SOS を出せたから見つけてもらいやすいように海岸に旗立てて待ってたんだ。これでこの場所ともおさらばだな。おお、よかった。でも無人島生活楽しかったよね。たまにはまたやってもいいかも。バカなこと言ってる場合か。お前たちには応援があるだろう。え、それは。今日はもう無理だが、スケジュールの目処が立った。明日だ。例の嵐の影響で船が出せずにキャンセルが出たイベントがあるらしい。そこに滑り込んで入れさせてもらった。明日って、明日っていつ？もう今日？何時から？落ち着け。明日は明日であって明日のことだ、今日ではない。延期になるかもとは思ってたけど、まさかこんなに急だなんて。そうだな、しっかりした睡眠も取れず疲れもあるだろう。コンディションは最悪だ。それでもやれるか。大丈夫です。私たちワンダーランズ招待のに、できないことはないから。みんなに笑顔を届けるためだ。気合い入れてやるぞ。あ、そうだ、みんなであれやろ。ニコニコを届ける笑顔ご挨拶。ここでか。クルーザーに乗る前振りだね。まあ、気合い入れるために必要って言うなら。それじゃあ皆さんご一緒に公園でもみんなにニコニコワクワクを届け。